Japanese stories. Yo! Abita-san,久しぶりですね。Arpita-san, 久しぶり。はい。あ、Abita-san の腕時計、本当にかっこいいですよ。あ、これですか。はい。Abita-san の服とよく似合っています。そうですか。ありがとうございます。いえ、あの、Abita-san は最近どこで、あの、服などを買うようにしていますか？そうですね。私は、ミントラというウェブショッピングサイトで服を買うようにしていますよ。聞いたことがありますか？ミントラですか？その、あの、服向けのオンラインサイトですね。はい、そうですよ。インド中有名なウェブショッピングサイトですよ。聞いたことがありますが、実は私は、僕の場合は、あの、オンラインサイトを信じるのはちょっと難しいです。見ないと、まあ、わからないのだから。そうですか。でも私は、はい、背が高くて、サイズが合わない場合が多いですよ。直接店に行っても。あ、そうですか。それは残念ですね。はい、大変ですよ。でも、ミントラの場合は、割引もたくさんあるし、早く配達もしてくれますから、とても便利だと思います。そうですか。本当に便利ですよ。あ、私の場合は、私は自分でモールなどに行って、あの、好きな服を着てみて、もし、似合うかどうか、それを確認して、買います。そうですか。はい。バーニーさんは？あ、そうですね。私の場合は、服の買い物するのは全然好きじゃないので、やらなくても容易のなりありません。そうですか。はい。でも、何かイベントがあって、買い物をしなければならなくなったら、近くにあるモールで買うようにしてます。イベントといえば、ディワリーなどのことですか？そうですよ。ディワリーとか、何か結婚式の時計。そうですか。はい。ところで、そのモールの名前は何ですか？あ、そうですね。セントラルというモールです。そうですか。はい、実は、いろいろな、はいはい、どうぞ。いろいろな店があるし、いつも何かセールが行われているので、とっても便利です。実は私の町のバンガロールにも、セントラルというモールがありますよ。そうですか。はい。偶然ですよね。そうですね。チェーンかもしれません。あの、ああ、私は、僕の買い物はあまりしていませんが、オンラインショッピングといえば、Amazon で、コンピューターを買うことにしますよ。してます。Amazon ですか？はい。その、大きいことで、世界中にあるオンラインサイトのことですね。はい、そうですよ、それ。実は私も時々 Amazon でスマホなど技術的なものを買うようにしています。そうですか。はい。あの、店より、あの、比べるのも簡単だし、値段もより安いので、あの、本当に便利ですよ。そうですよね。はい。あの、カルティックさんは、あの、他のものも、買っていますか？まあ、アマゾンならコンピュータ部品だけですが、私は、Steam というウェブサイトで、ゲームソフトをよく買いますよ。Steam というサイトですか？はい、Steam です。ゲームソフトのソフトのダウンロード版が買うことができますよ。そうですか。実は私はあまりオンラインゲームなど知っていませんが、アビトさんから聞いたことがあります。アビトさんも Steam 使っていますか？はい、使ってますよ。私もゲームをよくやりますから。カーティクさんはどんなゲームをしますか？ストーリーに中心した、
NTRPG というゲームをよくやりますよ。そうなんですか。特にペルソナというシリーズ、は、大好きですね。ペルソナですね。私も聞いたことがありますよ。でもまだやったことがありません。そうですか。はい、じゃあ、時間があるなら、ぜひやってみてください。はい、もちろん。私がよくやるゲームは、ドラゴンクエストというゲームシリーズなんですけど、カーティクさんは聞いたことがありますか？はい、もちろんです。世界中で有名ですね。はい、そうですね。まあ、アービジットさんは、ゲームが、日本語でやりますか？英語でやりますか？そうですね。まあ、最初はもちろん、英語でやってきましたが、日本語を勉強し始めてからは、言語設定を変えたりして、今は、日本語でやっています。私も、そうしています。そうですか。はい。はい。特に、JRPG というゲームで、文字が多いので、すごく勉強になりますね。そうです。毎日新しい言葉を学ぶことができますよね。はい、楽しい。はい、そうですね。すみません。はい、何でしょうか。実は私は前にオンラインゲームなどに興味がありませんでしたが、最近し始めたかった、はい、それにカーティックさんとアビットさんの話を聞いて、それは本当に楽しそうと思って、もっともっとしたくなりました。はい、もし初心者向けのゲームがあったら教えて。アイピートさん、ゲームを日本語でやる予定ですか？はい、日本語で方がいいと思います。はい、なら私の方からペルソナというシリーズからゲームをおすすめしたいですよ。ペルソナというゲームですか？ペルソナはシリーズです。その中にペルソナ3というゲームをおすすめしたいです。はい、私は入っておきます。後でやってみます。はい。少し難しいかもしれませんが、ぜひ頑張れば分かってきますよ。ぜひ。はい。わかりました。本当にありがとうございます。そういえば、バホニーさんもオンラインゲームなど買いますか？そうですね。正直に言えば、ゲームなどに興味がないんですが、オンラインショッピングならやりますよ。何を買いますか？A の GO とか読みたい本などは Amazon で買います。バーニーさんは絵を描くのは好きですか？はい。趣味として読んでる本に登場するキャラクターを想像してよく描きます。バーニーさんは本もよく読みますね。はい、趣味ですよ。そうですか。実は私の趣味も読書ですよ。そうですか。はい。まあ、家の近くに、ある、古本屋さんによく行って、本をたくさん買いますよ。そうですね。はい。最近は、人間失格
という日本語の小説の英訳を買いましたよ。そうですか。はい。とは私もあの古い本の香りが本当に好きです。そうですね。古本屋さん、古本屋の雰囲気はいつも心地いいですよね。そうですね。ところで、この古本屋の名前は何ですか？はい、ブロッソムという古本屋です。私の町にも、私の町こっちにも、ブロッサムという古本屋がありますよ。そうですか。はい、私も最近、ここで行って、本の3冊買いましたよ。そうですか。はい。はい、そうですね。私の町のブロッサムの店主さんは私の知り合いで、いつも安くしてくれますよ。そうですか、それはいいですね。はい。ところで、皆さん、日曜日にどこで住ませていますか？バーニさんは？私の場合は、週に1回近くにある市場から野菜などの買い物は済ませています。市場ですか？はい。はい。どこですか？私の場合は、近くにある、売店に行って買い物しています。あ、そうですか。はい。実は子供のから頃からあの店に行っています。だから店員さんは私の親戚のようなものになりました。そうですか。はい。時々お金が足りなくても私に買いたいものを貸します。大丈夫、後で払ってもいいと言いますよね。はい、そうです。本当にいいです。はい。カルテクさんはどうですか？どこで日曜への買いますか？私は直接的に日曜への買い物がしませんが、そういう買い物はほとんど利用しながら済ませていますよ。両親ですか？はい。近くにあるモアというスーパーに。でも、子供の頃には、両親と一緒に買い物に行きましたよ。そうですか。どのようなものを買ってましたか？まあ、おやつ、ほとんどの場合、おやつ的なものかな。はい。それに、家の近くに、農業市場にも行きましたよ。農業市場ですか？はい、そうですよ。野菜を買うね。でも、その辺りの地面は結構凸凹でしたので、ずっとこの前にいなければなりませんでした。そういうのは結構、止まらなかったですよね。ああ、そうですか。それは残念だったね。はい。そうですよ。そうですね。ガルティックさんもバワニさんも市場から野菜を買っていますね。でも私は屋台からよく買います。そうですか。はい。インドではいろんな場所で道端の屋台があります。それはニグルマなのでいろいろなところで持っていくこともできるし、たくさん売ることができます。そうですね。はい、それは日本の多分寿司屋さんに似ているかもしれません。バワニさんの町にもそのような屋台さんがありますか？子供の時
よく見たことがありますけど、今はあまりありませんか？あ、そうですね。そのような屋台は最近減ってきましたね。うん、そうですね。アビットさんはどうですか？ベンガロールにも屋台がありますか？そうですね。まあ、最近はあんまり見かけませんよね、屋台などは。あ、そうですね。はい。普通は、近くにあるスーパーに行って、野菜を買いますよ。そうですね。現代若者はスーパーの方がいいと思います。そうですね。はい。あ、そうですね。ちょっと用事があって、先に失礼します。あ、そういえばもうこんな時間ですよね。私もそろそろ帰らないと。じゃあまた会いましょうね。じゃあまた。じゃあまた。はい、また。ジャプニングストーリーズ。よー